はい。これはね、結構、心待ちにしてた荷物だと思うんです、多分。そうだ。エラー1万説明書。最近ね、枕をニトリで買って、上を向いて寝るよ、仰向けになって寝るようになったんですけど、それまでの、30年ぐらいは、この体の右側を下にして、左を上にして横になって寝てたんです。今までずっと。だから、夜寝るときに、iPad をね、見るときには、こう右を見て、その前に iPad を置いてたんですけど、今その新しい枕で、iPad を見ようと思うと、また横を向きづらい枕なんですよね。なので、iPad を寝る前に見ちゃいけないってことは分かってるんだけども、分かってるんだけどやめられないから、上からね、仰向けになってる状態でもここに iPad を挟んで、頭の上に iPad が見えれるようなスタンドを買いました。これね、3000円ぐらいで買えたんですよ。もしこれが使えるんだったら超いいじゃないですか。これ3000円ぐらいにはちょっと思えないぐらいの質感でしっかりしますね、かなり。下の方はこんな感じで、上の方はこんな感じ。で、これがスタンドだからちょっと仕込み邪魔くさいですね。これぐらいの高さ、1メートル、1.2 メートルぐらいの高さで、ここに iPod が保持できるんでしょうか。これ、顔の上に落ちてきたら相当、ですよね。どうだろう。あ、いいんじゃないこれ。ちょっと実際に試してみたいと思います。はい、でね。今までの感じだと、まあこれ、昔の枕と違うんだけど、こう寝て、ここに iPad を置いて、こんな感じで見てたんだけど、ちょっと見づらいので、こう、仰向けになりながら、寝たいんですよ。そしたらもう本当にね、ここが楽だから。じゃあちょっと試してみます。よいしょ。あ、これはいいかも。あ、これはいいわ。はい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 。メガネ外すんだ、実際は。よし。これかなりの圧迫感ありますけど、ちょっと落ちてくる気配もないので、大丈夫そう。ちょっとこっちも撮ってください。こんな様子。こんな感じで入れてます。あ、これはいいわ。勝手正解。ちょっとこれ地震の時は倒れてくる可能性大だけど。まあ、被害としてはそんなに大きくないので。そう、こうして寝た、このまま、この姿勢のまま、睡眠に入りたかったんですよ。今日からこれで寝ます。